爪かみね結構多いよ。知ってる人でもね、ちっちゃい頃から爪かみがあって、うん、特に爪だけじゃなくて指をしゃぶるので、うん、あの指が溶けちゃうじゃないっていうか、うん、親が心配した。今もう50代だけどね、うん、もう元気はつらつですよね。だからどこも悪くないし、爪かみはちっちゃい時のね、というか自分の気持ちを抑えるために、不安を抑えるために自然とやったことなんだけど、癖みたいにして残ってしまうから、指にね、なんか巻いたりとか、絆創膏とか巻いといてね、やる人だとかいろんな方法があるみたいですね。でももともとは爪かみというのは一番害がないことだからね、そんな心配することないんだけど、まあ嫌だったらそうやって自分での意識的にあのやめる方法というのはいっぱいありますけどね。年を取ってもね、結構癖ある人もいるけど、ほとんど害がありませんからね、まあ、心配しなくてもいいと思いますよ。元になってる不安感みたいなものをね、これからあの少し掘り下げていって、心理的な収め方をすると、もう爪なんか噛まなくていい、よくなりますけどね。積極的にやることが分かって、そっちに やり始めるとなくなることが多いから、自分を守るだけの生き方をしてると、やっぱりどうしても、守りきれないから不安が残ってしまう。どんどん何か一生懸命他の方になんか何でもいいんですけど集中できるものがあったら一番いいんじゃないかなと。だからマイナスじゃなくてプラスの方をなんか開拓したらいいと思う。チャンスですよね。なんかその人の得意なものがあったら、特にその辺を一生懸命やればいいと思います。うまく生きるためにね、みんな一生懸命いろんな癖が出るわけだから、大いに利用してください。緊張とかがあることによって爪噛んだりするわけですよね。もう解消するために自然とやってたんです、ね、初めはね、うんうん、今関係ないかもしれないけど、爪噛みをすることで不安があるじゃない。その辺をちょっと考えて、そんなのどうだっていいって、噛んでって噛まなくたっていいんだから、自分がやりたいことをやればいいっていうことになってくると、いつの間にかやんなくなってしまう。しょっちゅう意識してると、やっぱり自然とやってしまうわけですね。気がついたら嫌だなと思うじゃない。緊張が、まあ、なくなって、ええ、爪かみの癖だけが残っちゃうってこともあるってことですか。まあまあね、癖として残るから。で、癖だったら癖を取る方法を考えればいい、うん、でもその癖ってそんな変な癖じゃないから、うん、その指しゃぶりも結局爪かみと同じような緊張によって指しゃぶりしちゃうってことですか。そう指しゃぶりもずっと続けちゃう可能性もあるんですか。指しゃぶりの方が、うん、指がもうふわふわになってしまってね、はいはい、もうふやけちゃってね、っていうの知ってるから、うん、じゃあ実際そういう、まあ、爪かみとか指しゃぶりで悩んでるって人が相談に来たこともあるってことですか。それだけで来たわけじゃないけどね、別のことで来ていろいろ喋ってると、うん、あ、爪かみがありますとか指しゃぶりがありますとか、うん、そっちの方で逃げてるわけだからね、もっと大きい不安感を、それはそれであの急になくしたりすることは必要なかったんですね。もっと元気になっていくと自然と取れていくわけ。もっともっと大変なことがあって、それを逃げるために指しゃぶったりなんかしてるわけじゃない。で、そっちの方が変わっていけば、ちっちゃい頃に自分で不安を解消するために爪噛んだり、あのしゃぶったりしてるわけで、母親と同じようなことをしてくれる人、お姉ちゃんでもおばあちゃんでも誰でもいいんですが、そういう人がうまく背中を撫でてくれたり、話を聞いてくれたり、抱いてくれたりしてれば、なくなっていくんですよね。その辺のところがね、すごく無理をしてちょっと乳幼児期を過ごしたのかもしれないから、うん、自分でいろいろ思い出して考えてくださればいい。じゃあその緊張がずっと高校生まで続いている場合は、その緊張を解かないと爪噛みもなくならない、まあ、基本的なね、そういう不安感、自分一人で生きなきゃいけないみたいな不安感があると、それは爪噛みぐらいでよかったねっていうことになります、爪噛みは命がおかしくなるとかないじゃないですか、うん、なんかあのフラフラっとどっか出かけていて飛び込みたくなるとか、うん、そういう不安感じゃないからね、うん、そのくらいでよかったじゃないですかっていうことになるんです、うん、別にあの病気じゃないから。で、気にする人は気にするからね、はい、どうすれば我慢することができますかってことなんですけど、まあ、我慢しなくたっていいじゃないですよ、噛み続ければなんか夢中になれることがあれば自然と多分もう自然と治ってしまう、うん、ただテレビドラマでもあるけど、探偵とかなんかが深く考え始めるとなんかやるじゃないですか、うん、あれはまあ演技だけどね、うん、そういうのがやっぱり集中しやすくなる自分のパターンがあると思うんですよ。だからそれはそれでね、うん、プラスになってるわけだから、うん、同じ爪かみでも何気なくやってるのと、なんかすごく真剣に、ね、やってる時に
こうやってるのは違いますからね。うまい緊張を作っていくんだと思いますけどね。だからの一つの行動をいろんな見方があるわけで、どの行動でもね、見方をうまくすればプラスになっていくんですよ。そういうふうに私たちはの応対してきたからね。詰め紙で止まってればそれで良かったですよねっていうことになるし、で今は そういう不安がなければだんだんなくなりますよねって、それはまあ努力してくださいねっていうことになる。嫌だったら実際年をずっと取っていけばな、まあ、自然となくなるようなことなんですか。まあ普通はね大人でいないよね。どっかでなみんな終わってるだと思うんですね。ドラマなんかでは責められると積み込む人って、うんうん、あそういう演技をする人いるよ、ね、だからやっぱり いるのかもしれないけど、切羽詰まった時とかなんか人間するから、うん、でも積み込みだけはだけでは何とも言えない、うん、あんまり害がないところに自分の不安を解消してるわけだから、うんね、不思議なことですけど、いろんな癖があるよね。積み込みだけじゃなくてね、例えばあの癖じゃなくて、例えばこんなことする人がいるじゃん、それから目をパチパチする人とか、これはあの自分の意思でやってるわけじゃないからもっと深いんだけどね。積み込みというのは行動だから、行動というのは一番変わりやすい、